はい、お久しぶりでございます。 HS ガレージの岡ちゃんです。はい、今回はですね、まあこれまずフレームの塗装からやっていこうかなという感じになっております。で、これ一応色がですね、まあ初めはツヤありのブラックでやろうかなと思ったんですけれども、今回はツヤ消しのブラック、マットブラックですね。はい、こちらで仕上げていきます。はい、でこれまあ塗料なんですけど、普通のまあ2液性のウレタンの塗料で塗っております。まあ、この辺なんかシャーシブラックとかで塗ってもいいかなとか思ったんですけど、まあ、せっかくね、まあ、ガンもあることやし、ね、コンプレッサーもあることやし、こっちの方が綺麗に塗れるんでね、はい、フレームはガンで塗っております。やっぱもともと缶スプレーとかで塗装とかね結構やってたんですけど、ガン使い出すとね、やっぱガンの方が綺麗に仕上がるっすね。すごいわこれ。はい、ここでですね、謎の、箱が登場しておりますが、これはですね、ネックベアリング、はい、これのね、まあ、オーバーホールじゃないですけど、まあ、入れ替えですね、はい、をやっていこうかなって感じです。で、まずはですね、古いベース、これを外していきます。まあ、簡単ですね、普通にマイナスドライバーで叩いていくだけです。なぜこれをしないといけないかっていうのがですね、もともとこの SR、まあ、ネックのベアリングがもともとボールのベアリングバラバラ、なんて言ったらいいんですかね、玉がいっぱい並んでてすぐばらけちゃうんですよ。でもそれはちょっと今後もそうですし、まあ、今回もちょっとやりにくいんで、で、まあ、ベアリングも何個かなくしてるんで、ここはね、このアンギュラーベアリングっていうんですけど、このもう一体化してるやつ、はい、こちら高年式用のやつに入れ替えていきます。で、レースもね、ちょっと高さとかいろいろちょっと違うんですよ。はい、まあ、こんな感じで違うんで、こっからどんどん打ち替えしていきます。で、ここ打ち込むのはですね、まあ新しいレースを置いて、で、その上から古いレース、はい、この古いレースをかぶせて、あとはハンマーで叩く、それだけですね。ね、そういう専用工具とか持ってないんで、この辺はもう原始的な感じでやっていきます。
はい、じゃあこっち側もですねやっていきます。でここ今玉が残ってるやつ、これがベアリングですね。でだいぶなくしてます。はい、じゃあまずこれね、まあこうゴム別に切らなくてもいいんですけど、新しい部品取ってるんで切っちゃいます。はい、でここ隙間ができたら、あとはドライバー、まあタガネとかでもいいです。で叩くだけですね。ここもなんかまあそういう工具があるんですかね、ほんまは。でもないんで気合で外します。はい、でこれも一緒ですね。外し終わったら、まあ、まずこのゴムね、下のゴムをつけて、でまあそこから新しいレースを入れて、でもともとついた古いレースですね、それをまあ逆向けにして入れていくんですけど、はい、こんな感じですね。であとはですね、まあこれに長めのパイプ、鉄パイプみたいなやつを入れて、あとはもう上からハンマーでしばきまくるだけです。はい、じゃあすべての工程が終わりましたんで、ここでもう本組みをしていきます。もう仮組みはする必要ないんで、ここからはもうガンガンやっていきます。あ、でタンク、結構前にタンクを作ってたと思うんですけど、まあ溶接が素人すぎたということで、まあ水っていうかガソリンを入れた時にね、まあめちゃくちゃ漏れたんですよね。まあ水でテストしてたんですけど、水がめちゃくちゃ漏れて、まあこれどうしようもないなってなって、ちょっともう急遽新しいタンクを用意して今やっ、組んでってる感じですね。で、まあ、フェンダーとタンク、これ何も塗装してないように見えるんですけど、一応、クリアだけ拭いてあります。まあ、よく言えば手抜きじゃねえ、よく言えばベアメタル、ベアメタル風っていうんですかね、ベアメタルか、はい、悪く言えば手抜きですね。まあでもこれはこれで僕は好きなんで、はい、こんな感じでどんどん組んでいきます。
でもここでねエンジンも積んでしまいます。いやー久々にこれエンジンや持ってみたっすけどね、やっぱ腰にくるっすね、重たいっすわ。だいぶバイクらしくなってきましたね、はい、はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと短いですけど、また次回もよろしくお願いします。